足の万病のもとであるオーバープロネーション、早期に発見して対処することができるようになれば、多くの足の病気を改善し防ぐこともできます。皆さんこんにちは、足の専門家中島武史です。今回の動画は足の万病のもとになっているオーバープロネーションという足の動きですね、これについてです。で、他の動画でこれ解説しているので、オーバープロネーションというのはどういうものかは詳しくこっち見てください。ただ覚えておいていただきたいのは、ここで簡単に言うと、外反母趾にしても魚の目にしても巻き爪にしても膝が痛い、股関節が痛い、あとは足が太いとかね、O脚だとか、こういうのも含めて、こういった足の病気で大体オーバープロネーションという足の動き動作が噛んでるんですよ。で、これを自覚して改善することができたら、ものすごいいろんな足の状態が変わるんですね。もっと言えば姿勢全体まで、だから首や肩腰まで全部影響があると思ってください。だからオーバープロネーションこういうことを詳しく知るという動画を作ったのはそれなんですよね。ただその中でもどういう人がオーバープロネーションというのは説明してるんですけど、オーバープロネーションかどうかをチェックすることができる動画っていうのがあれば皆さんの役に立つかなと思って、今回はその方法をお伝えします。では内容です。まずオーバープロネーションのチェック1、静止状態で上から見た状態のやつですね。で、2つ目チェック2が動作状態でオーバープロネーションかどうかを判断する方法です。今回の動画をご覧になることで、あなたはあなた自身がオーバープロネーションという足の万病のことをやってしまっているのかどうかというのを簡単に見分けることができるようになります。私は足の専門家であると同時に姿勢改善や動作改善の専門家でもあります。正しい情報とか健康に有益な情報を世の中に広めたいなと思って YouTube を始めたんですが、動画が広がっていくかどうかは皆さんの押してくださる高評価ボタンとかチャンネル登録者数によってその度合いが決まるみたいなんですね。ですからこの動画を見てていいなとか、たくさんの方がこれ知ったらいいのになと思っていただいた方は、高評価ボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。ではチェックの方法に入る前に、先に一応もう一回お伝えしておくと、オーバープロネーションがなんで良くないのかということについては、動画は別でもう一回ちょっとこっち見ていただいた方がいいです。で、これは知っといた方がいい話だと思うんですけどね。オーバープロネーションめんどくさいわとか思わんと、一回それってどういうもんや、あ、私やっちゃってるわというのがあれば、気づかないうちに今悩んでる症状って全部そこから来てたのかもしれないっていうのに気づいてもらえるのでね、これは向いていただいた方がいいんですけど、じゃあまずオーバープロネーションのチェックの静止状態でっていうやつですね。これはどういうチェックの仕方かというと、立った状態で上から下を見ていただいて、自分のももとつま先の向きを見比べるというやつです。オーバープロネーションというのは、正式に言うとかかとが内側に倒れちゃってる状態を言うんですけれども、かかとって自分で確認しにくいので、かかとが内側に倒れるということは、もうちょっと簡単に言えば足全体が内側に倒れている状態になるんですね。決してでもこれ内股じゃないのは、内股というのはつま先も膝も全部内に倒れているのが内股。ただこのオーバープロネーションというのは、つま先と膝の向きを比べた時に、つま先より膝が内に入っているとオーバープロネーションという状態なんです。これがまずい状態ですね。全部内よりもっとまずいっていうやつです。で、それを自分で上から見て、ももとつま先の向きを見れば分かるので、そのやり方をお伝えしますね。まずここ見ていただきたいんですけど、この膝の向きというのは膝頭だけ見ても分かりにくいので、ももの付け根、もも全体の真ん中にポイントを置いて、そこから膝先に向けて線を引きます。この線、まあ分かりやすく言えばズボンの折り目の線ですよね。この線の向きとつま先の向きですね。つま先はもし靴下を履いてれば、靴下の繊維の向きと思っていただいたらいいですね。分かりにくければ、足の甲から足の先に向けてまっすぐ線を引いたこの線で、この線と先ほど言ったももから膝に向けた線がずれてれば、ももの線の方が内側にずれてたら、これはオーバープロネーションということなんですよね。普段立ってる時に本当はこの2つの線は揃ってるはずなんですね。で、一回揃えてみていただくと分かるんですけど、結構なんか膝を外向けた感じがするんですけれども、実際はそれでまっすぐなんです。で、もしもこれが内に入ってる状態が普通と感じれば、多分その人はオーバープロネーション気味で体を使ってるんだろうなというふうに思っていただいたらいいと思います。はい、では2つ目、こっちの方が本命ではあるんですよ。チェック2ですね。これは実際の動きに即したやつです。オーバープロネーションというのは本当は足の動きの話なので、静止状態が正確な測定ではないんですね。静止状態は多分これで静止しているということは、動作ではこうしてるだろうなという予測はつくんですけど、実際の動作でどうかっていうのをちょっと見ていきますね。それはどういう状態かというと、先ほどの話の延長線上なんですけど、まず右足と左足を揃えていただいて、片っぽの足を前へ出そうとこう持ち上げて、普通に歩く状態ですね、歩こうとした時に、
支える軸足の先ほどチェック1で作ったももから膝に向けての線、この線が内側に来るとこれもう完全にオーバープロネーションです。もう一回言いますね。例えば左の足を前に出すとしたら、左の足を持ち上げて前に出そうとした瞬間に支える右足のももから膝に向けて引いた線がスッと内側に倒れてくるような動きをするということは、これはもう完全にオーバープロネーションなんです。この時に本当は足というのはまっすぐから外になっていくはずです。まっすぐから外に行くのが普通なのに、これがスッと内に入るということは、つま先より膝が内にねじれているということになるんですよね。一回皆さんが鏡の前で見て、ゆっくり見ていただくと分かりますね。で、このチェック1とかチェック2で引っかかっている人というのは、言い方を変えると、自覚なくても足の状態は悪いと思ってください。自覚なくても足の障害は出ている、それは足が太くなっているのか、いや私足太くないよってもし思ったとすれば、もっと細くなる可能性があるという言い方もできますよね。で、足の骨は緩んでたりするし、外反母趾気味になってたり、足が疲れやすかったりむくみやすかったりするということです。この動きをもしやってたら十分伸びしろがある足だという考え方をすればいいですね。あなた悪いですよというよりも、あなたの足もっと改善できますよという考え方です。歩き方が標準的ではないですよ、体の理にかなった歩き方ではないですよということですね。じゃあ具体的にどういう動きをすればいいかというと、それはゆるか肩歩きレッスンという方を見ていただく。特にこれセカンドステップあたりからそれが入ってくるんですけれども、これを見ていただくということになりますが、このチェックでまず、あ、私の足って伸びしろがあるんだな、改善ししろがあるんだなと気づいていただいたらいいんじゃないかなと思ってます。いかがでしょうか。オーバープロネーションのチェックの仕方でしたが、これはまあまあごく簡易なやり方なんで、これがものすごく正確かというと難しいんですけれども、ただ大まかにはこれで判断することができますので、ぜひご活用ください。